や今年もゆみさんのママのお手紙が来ててよかったです。よかった。はい、今までずっと逆に違ったんでね、チームが。そうやんな、逆によく違いましたね。確かに。ほんで今日変なユニットがなんか誕生しましたいやずっと前から誕生はしてたんですけど、自分たちの中でね、うんうん、でワテラっていうのもなんかその LINE グループを作るときにカリンがなんか適当に決めた名前だったんで、まさか適当感がいいやん普通はさ、ユニットってほんまに練って練って、うまいよなこれ、練って練って毎年これやで、うん、うまいな寝て毎年寝てじゃない、何かしら寝てちゃんと計画立てて発表すること多いやん、うん、はい、だけどうちらのユニットはもうそうはないやん、うん、やし普段からさプライベートでもしっかりしてないやん、うん、ほんまに真面目な話あんましいひんやん、うん、そやから確かにやろ、したことないに思ってたん、確かに。えかりんちゃんの二人でいるときは真面目な話すんねん結構、うん、あとかりんがあんまり人とそういう話しかしない、うん、うん、そうだからわしらを見たときにあれ真面目な話したことないなと思って。確かに珍しい。基本アホなことしてるんですよ、うん、笑い合って腹抱えるまで笑ってたりとかすることが多いから、逆にこういう流れで作った方が逆におもろいんちゃうかなと思って。なるほどね。そうちょっと勝手にやっちゃった、びっくりしましたまさか言われると思わなくて、やっぱ真面目に生きてるからみんな、そうですね、真面目人間すぎるから、ね、ちょっとねこのワテラで気を抜こうっていうか、うん、なるほどね、また一つ居場所を作ってくれたってことですね。はい、そういうことです。皆さんの居場所もなんか癒せる笑い、確かにちょっと NMB とは離れた空間ってことですね、うん、はい、そういうことです。本当にトークショーとかしたいなと思ってます。でやんな、はい、そうずっと思っててん、あ、ワテラいいんじゃないと思って。まあ自分らで何でもやってみてね。ネーミングセンスな。うん。なんか本当適当に決めたから。うん。うん、今日泣いてしまったよって。うん。嬉しい。私も泣いてしまった。あのあれが嬉しすぎて。うん。三千義の落ちサビのゆうちゃんコールが嬉しすぎて、うん、涙で出ました、ね、出ました、うん、お疲れ様でした。久し1年ぶりのセンターでした。え1年ぶり、はい、なんと1年以上ぶり。今日の私の生誕祭だけためにポジションを覚えてくれました。もう最後という気持ちで、うん、あでも私はお願いしたわけじゃないんですよ。そうですね、うん、マネージャーさんがこういう風に組みたいから、はい、カリンさん の許可が得たら、カリンさんが大丈夫ならやってもらえませんかってことで、うん、なんとね、わざわざやってみるかと思ってね。嬉しい、ありがとういやいや、あれ全然です、全然です、大したことなかったんで、はい、でも全然あのみんな気遣って全然間違ったところ、うん、全然長谷が 言わずにいてくれてました。間違ったところ、間違ったというかその、うん、もうのほぼ体に覚えてなかったから、うんうんうん、その移動の仕方とかね、うんうんうん、間違ってたりしたんだけど、うんうん、みんな気使って大丈夫やん、そうそうやってくれました。えらって言う、助け合い、久しぶりの夢中人でほんまやん、うん、やっぱ難しい、うん、うん、でもなんかあれ結構座ってるじゃないですかみんな、うんうん、迷ったんですよ、うんうん、でも自分っぽくないなと思って、うん、今回ずっと立ちました。あ、こうやってあのお姫様みたいな、そう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 、女の子座りじゃなくてね、うん、じゃなくてじゃなくてなんかもう立って自分っぽくやっとこうって思って、うん、今日は見えひんかったセンターの方、いつも見に行けるなんでですかまあ自分のね、うん、あれだったんで、ね、でも久しぶりにやったからやっぱりもちょっと余裕なかったな、うん、でもその危機感が良くない、うん、安定してる、久しぶりの緊張感だった、喉かまいと、あ、これならあります、あ、いや私もそれ飲んでるか、いや、ね、初めてでしたね、だから二人でセンターとかは、あ、そうやねん、そう、そうなんですよ、皆さん最初で最後の組み合わせ、いやほんまに、ね、ずっとやりたいと思っててんけどね、できなかったんですよね、うーかさんの前にやりたかったんですよ、本当は、そうなの、その時にも一回覚えるって
あ、そう言ってたな、うん、だけどね、慌ててね、そう、無理だったんです、バタバタで、うん、でもよかった、最後にできて、うん、最高すぎました、ありがとう。あとだから2回で終わりですか、人たち。そうだよ、悲しい。さよなら、竹谷さん、ありがとうございます。ねえ、水色我慢して紫振ったよって、なんかありがとう、我慢してくれて。優しい。本当優しいよ。優しさ、優しさ。ありがとう。美味しい。青汁。うん、何も飲んでます。今、ゆうみさんと、なぎささんとカリンが飲んでます、はい。青汁でございます。バイバーイ。まずそうな青汁を差し出しました。私たちはあと2回です。え、今気づいたんですか、かりんちゃん何気にゆうちゃんに意地悪すぎ、今気づいたんですか、意地悪すぎ、うん、なんで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 、愛用の妙がいや、なんか、いや、なんかね、うん、ね、やっちゃうんですよ、ゆうみさんに。でもね、私な、かりんちゃん、なんていうの、うん、自分の中で目標、うん、目標っていうか、うん、目標ではないけど、うん、なんかさ、やっぱさ、NAB にいるとさ、うん、まあ、もちろん競争はするよ、うん、みんなライバルやし、うん、仲間でもあるけど、うん、なんかこういう空間で、うん、やっぱほんまにさ、うちらって真面目にさ、うん、話してさ、うん、そんな落ち込んだりさ、もげはっことか結構多いやんか、うん、だけどなんか最近は、うん、なんかメンバーみんなといるときはなんかもう笑い合っていこうと思った、うん、で今日の公演もすごい楽しかったし、裏でもね、さっきのケーキのな、ケーキの あるんですけど、ケーキもらったんですよ、うんうんうん、サプライズで、うん、でもその動画も載せるんですけど、うん、その空間がもう楽しすぎて、うん、今日ずっと一日中笑顔やって、あ、よかった、もうでもそれがいいことです。そう、でもそのさ、笑顔ってさ、メンバーだけでやっててもさ、あれやからさ、なんかファンの人になんかもっと笑顔をさせれるようなグループでありたいなって思うね、うん、自分たちがでもね、うん、笑顔でいることですよ、結局は、まあな、結局ね早くって言ってくれ、早くって言ってくれ、結局ね、結局ね、15分だったらすぐやる、結局そうやねんけど、まあ、そう、自分たちが楽しいことが大事なんでね。そう、だからその楽しい空間をね、どんどん作っていかないとね、うん、本当ってなっちゃうから。確かに。だからかりんちゃん喋ってる時はいろんな話するけど、笑い合っていこうか、うん、でもね、笑い合っていきましょう、笑い合っていきましょう何これ、何なんですかこれ、何の同盟なの。いや、でも本当にカリムね、すぐいじっちゃうんですね、なんかね、すぐね、なんかすぐ気になっちゃってね。え、気になっちゃう、嬉しい、もうこういうのとかも、こういうのとかも、もう基本ポジティブ人間が、そうですね、嬉しい、ね、気になっちゃうんだって、みんな好きやすぐ突っ込みたくなっちゃうんですよね、困っちゃう、私のこと好きやし、気になってイコール。え、でもカリンも確かにいじられますよね、最近 MC でミュウがめっちゃいじってくれるなんて、そうやね、笑顔やん、嬉しい、いいよね、うん、確かに嬉しいですなんかちひこじと私といる時もそうじゃない、基本いじるやん、あ、いじってくるけど、あ、いじらへんか、私が全部あれか、突っ込んでるだけかいや、ちひこじがいたらふざけちゃうから、ちひこじが、あ、そうやな、そうやね、ちひこじの面倒マジで大変なんですよ皆さん、本当にマジで大変なの、もうね、もうびっくり、 MV 撮影の時にね、なぎさ再婚の、え、これ話していい、あかん、わからない、ちょっと、なんかうちらの前はもう笑い話になってるから、確かに、あ、でもやめとくか、ね、うん、ね、もうなんか本当にあのちひこじのね、うん、がそうですね、難しいですね、うん、でも本当にね、まあおもろいんですよでもこれは言わして、でもあれが一緒か、つながるな全部一緒だから、つながるから全部全部ジュリーの許可が出たらね、あ、そうですね、時効が来たらね、そう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 、そうしましょう、だから楽しみですね、なんかまた別の、うん、なんかおもろい MC が出来上がったらいいですね、うん、新チーム N では、うん、でその今のチームでも分かるように、そのミュウみたいにこうやって
仲良くなると、うん、また見えてくる、そうやな、なんかいろんなね、うん、絡みが増えてくるから、そうやで、アーノンとかもね、うんうんうん、突っ込んでくれるなってね、うん、なんかどんどんね、そういうメンバーがね、本当に次のチームに関わらへんメンバーが多いからさ、うん、あの後輩で楽しみ、8期多いからね、そう、アミ、アミ、このアミちゃんとかおもろいやつもな、面白い、絶対楽しみたいと思います、次の環境でも、うん、楽しみましょう15分待ってるんやろ15分が またですね、確かにミュウがチームにやるの辛いな、確かに、そうなんです、カリンもミュウと離れるのがちょっと残念だから、なんかめっちゃ悲しがってたけど、このユニット結成されたから集まりきっかけが、まあ、そう、よかったって言ってた、そう、よかったって、ジャンレディで、そう、喋ってくれた、ジャンレディでね、うん、あのこの間言ってたドア閉めるやつの話してくれてて、カリンがあの怒ってるんじゃないかって思ったって、家、うんうんうん、家のドア怒ってないです、うんうん、もう癖なの、そう、癖なんです、うん、あ、雪乃もね、いいとこ引き出したいですよね、あ、雪乃ね、雪乃が結構ツッコミだから、あ、雪乃、そうなんよ、うん、同期とかに対しては、あ、だからなんかこう雪乃 のいじれる場所探したいなってカリンは思ってる。ワテラってどう書くの？ってひらがなでワテラです。はい、ワテラです。とことんダサいのが正解なんで。あ、本当に、はい、非公式ユニットなんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。え、ねえ、分からへんかった、最初のペンラの赤黄色の意味は分かった？分からへんねん、赤黄色、赤と黄色だったんですか？うん、そうやねん、最初、最初ムチューライ、ムチューライ、ナイティ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 ナイ、なんでだろう、なんかの衣装とかあと、あと2分ぐらいって言ってました、10分まで何の意味だったんですか？何の意味だったんですか？あ、ベトナムカラーやってえ、そんなあんな国旗？あ、国旗や、すごー、すごー、全然わからんかった、なんでこの色なんやろうと思って、すごい、なるほどね、ありがとうございます、すごい、みんないろいろ考えてくださってるの嬉しい、自分たちよりやっぱファンの皆さんの方が考えてくれてますよね、うん、そうよすごいね、ありがとうございますもう生誕もラストでしたね、夢中ライブでの。だね、そうなの。でもこの年末で25歳に帰ってよかった。ですね。うん、楽しかった。やっぱさ、次の新チームはさ、まださ、あの染み込んでないふりとかさ、絶対。うんうんうん、だからさ、確かに。うん、え、ちなみに正義のコールは師範だったけど気づいてるよね気づいてなかったもうさ、師範コールもなりすぎてさあれ、そうやったんや、そうなんだ、なんかもうコールが嬉しすぎて、わかります、もうそっちに自分がね、テンション上がっちゃっててね、うん、聞き取れないっていうことがね、そう、え、ちょっと DM 見返しますね、本当にありがとうございますみんな立たないですね、そろそろランキング発表しましょうか、ランキング発表しますね、すみません、13位マネで13位カタピ、12位マサヒロさん、11位萌えちゃん、10位ユミちゃん、9位コジリン呼びの、あ、15分だった、あ、コジリン、10位ナンバ18さん、9位ちょっと待って、誰、8位シゲヤン、ダメだ、個人呼びのユーまでしか見えない、ごめんなさい、あ、ごめんなさい、8位サイちゃん、4位7位ジュニアさん、6位野原しんのすけのすけさん、5位ヒロさん、4位ともすけさん、3位ワリヨシさん、2位大吉さん、1位りょうたろくん、ありがとう、4位ありがとうございました、すいません、バタバタでごめんなさい、またゆっくりはルームで配信しますね、ありがとう、バイバイ。